東北大、この3番の問題を説明します。2番で求めた数列 A のを用いて、これこれの極限値を求めなさいと。で、これがね、2番の回答なんですね。 AM っていうのはね、こんな式で表されたんです。で、これが1番、1番がこれなんですよね。1番が、この、M から1の N のシグマが、の M の1が1と、こうやったんですけど、これとね、これまあ見てもらったら違うのは、ここルート2だけやな。ルート2と。だから、これルート2分の1やから、これは、ルート2分の1になります。この値はルート2分の1。で、これで、この値は、ちょっとこっちやったんですけど、N 無限大で4ルート2の 6N で、これ M プラス1分の1っていうのはこの M 分の1、これに分けられますよね。で、これ M1 からずっと代入していったら1で、最後 N がこう N プラス1になります。で、このこれはまあ同じなんですけど、ここはの M 無限大でしたらこれ0になるので、で、この 6N 分の1、まあ、これこっち側が1やから、これはの、0なんですね。この値、2番目の値は0で、3番目の値もね、まあ、x は0から1においてね、間でこの m プラス1乗、これ、x プラス1の2分の5乗、これプラス1の2分の5乗の方が大きいよな。これ x は0から1乗、1を出してるんで2分の5乗と。で、x プラス、2分の5乗でこう割りますね。2分の5乗で割るとね、ここ2分の5やな、2分の5で割ると、これは0から1になるんですね、間で、0から1の間やけど、その積分する、これまあ y や、これ y やと思ったら y がもう0から1なんで、こう0からこう ど,、まあ、どんな関数なのか分からんけど、これは1で、その間なんでね、この間なんで、こう積分したら、これはもう0から 1の間になってしまうね。これはもう0から1の間になってしまうので、これはまあ、0から y と言ったら0から1の間になってしまうので、これもまた一緒ですよね。 M プラス1はこれ先ほどのこうやったように、計算していくと、この値もこれ0と、これも、0だから、全部出したら、答えはルート2分の1になる。はい、終わり。